竹村です。今日もまたまたセブンイレブンさんの商品で、今日はポテトサラダサンドの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンさんのポテトサラダサンド、今日はなんか値引きセールやっておりまして、30円引きでした。税込み230円なんですけれども、今日は200円でゲットできたんですけれども、素材引き立つゴロゴロ食感のポテトサラダサンドということです。結構重いです。そういたしましたら、まず原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。ポテトサラダ、パン、加工でんぷん、調味料、乳化剤、酸化防止剤、増粘剤に口なし色素ですね、発色剤、ビタミン C 香料ということです。エネルギーの方は1本あたり314キロカロリーということです。はい、こちらが ポテトサラダサンドの中身なんですけれども、あの具がぎっしり詰まってますね。すごいです。おー、人参とか玉ねぎですかね、ちゃうかないっぱいあの具がぎっしり詰まってますね。重いです、むちゃくちゃ。それではセブンイレブンさんのポテトサラダサンドのお味の方チェックしてみたいと思います。うん、思ってたよりもあんまりジューシーじゃないですね。あのポテトサラダが大好きなので、もうちょっとこうジューシーな方がいいです。どちらかというと、あの食べた瞬間ちょっとバサバサ感があって、で芋の甘みもなかなかこう感じられないんですけども、噛めば噛むほど芋の甘みが出てきて、あと玉ねぎとか他の食材のお味がこううまいこと混ざってくるっていう感じで、比較的薄味ですかね。あのセブンイレブンさんのセブンプレミアムのこんなパックに入ったポテトサラダあるんですけれども、あれの味を想像してるから、ちょっとこれなんか味が薄いかなって思ってしまいました。個人的にはやっぱりハムとか卵サラダの方がいいんじゃないかなと思います。まあ、まずくはないです。まあ、うまいです。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。